鳥居本殿三宅神社は、三重県鈴鹿市国府町にある神社。式内社論者、伊勢国総社推定者で、旧社格は尊社。明治末年に、同じく式内社論者の高神社を合祀している。現在の祭神は次の御柱。明治の神社名祭長では、祭神を、国の徳たちの命、大名討ちの命、と家姫の命の御柱とする。また、 明治末年の国府町各村の神社合祀により、現在は24柱を祀るとも言う。創建は不詳。延長5年成立の演技式神明町では、伊勢国鈴鹿郡に三宅神社の記載があり、当社はその式内社の論者とされている。他の論者としては、鈴鹿市三宅町の三宅神社が挙げられている。三宅とは、古代朝廷の直轄地である。 三宅に由来すると見られ、鈴鹿市三宅町の方が、鈴鹿の三宅及び式内社、三宅神社の所在としては妥当とされる。当社の場合は、江戸時代まで創者大名人と通称され、三宅神社に改称したのは明治以降になり、古く三宅神社と称した例も知られていない。なおこの式内社、三宅神社に関しては、日本初期、 天武天皇元年6月24日上で、大天王子が伊勢鈴鹿に至った時に出迎えたと見える、国主主三宅連一集家との関連性が指摘される。別説として、当社を川野軍の大鹿三宅神社に否定する説もある。また当社に関しては、伊勢国の宗社に位置づける説が知られる。宗社とは、閣僚政国の国府近くに設けられた国内初心を合志した神社を指し、 平安時代頃から全国で出現する。伊勢国の国府の場合には、奈良時代中頃の国画とは、三宅神社から離れた長者屋敷遺跡と判明しているが、奈良時代後期から平安時代にかけての国画との所在は明らかでなく、一説には、三宅神社の鎮座する国府町付近と推定されている。国府町一帯では、三宅神社遺跡や天皇賛成遺跡などで、 国府関連と見られる遺構が見つかっているが、中枢となる国側とは発見されていない。当社の社名、三宅が古くからの由緒を持つものだと仮定すれば、この三宅の起こりを伊勢国府の肖像に由来すると見る説もある。なお以上の説の一方で、中世以来に事実上の僧者として機能したと考えられる神社として稲富神社がある。 明治維新後、明治6年3月に近代社格制度において孫社に列した。江戸時代までは宗社大名神と通称されたが、その時に三宅神社と改称している。また、明治41年3月及び明治44年5月には国府町各村の神社が合祀された。合祀者のうちには高神社があり、こちらも鈴鹿軍の式内社、高神社の論社であった。 ありがとうございます。